3メートルとかになるんですか。この研究所ではこのマグロ完全養殖です。わざわざマグロ養殖せんでもないならないで他の魚食べりゃええやん。つながる。マグロ養殖の意義も分からず研究合宿に来るなんて、こら取引先にあんたとこもレベル下がったなんて言われた。ここの人らバカにしたら許さない。みんながどんだけ苦労してどんだけ真面目に魚を育ててるか。元気に育つんやでー。